ありがとう。ママーテの ASMR はやめろ。ママに何てことすんだ。てかママーテの ASMR やるってことはさ、ママーテだけにやらせるわけにはいかないからさ、コヨも ASMR やるってことでしょ。さ、右耳はコヨで左耳はママーテみたいなやつやるんでしょ。無理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 。家族と右耳左耳はできないよ。やだよそんなん。いやだよ、親子 ASMR 新しすぎない？あの、これは言って、やれたらめちゃくちゃ、ちょっと、もうなんか、最新鋭のコラボを過ぎて、いい企画配信だなって思っちゃうけど、声は。これはできません。まあまあ、てかできるわけがない。できるわけがないよ。ありがとう。と、やんないからね。やろうとしてないから。やんないから、みんな楽しみにしないで。パパーってならワンチャンじゃない。パパーって嫌だろみんな。小屋のパパーってとはいえ、あの片方の耳からは、あの男の声聞こえてくるの嫌でしょ。面白すぎる。あ、パパーってとママーってはあのリアルサバンナのね、サバンナのママとパパの話ね。これはパパーっての ASMR、 コヨが大爆笑しちゃうよそんな。なんて言うのパパーては。みんなの耳元でなんて言うの、パパですよっていうの。何それ、なんて言うんだろうパパーって。パパだよパパだよ。あ、そっか、娘はやらんぞ。何が楽しいんだそれ。どういうことなんだよ。左耳の子よ、ジェシ君結婚しよう。右耳のパパーテ、娘はやらん。やだパパーってそんなこと言わないでよ。いやダメだ、まだやるわけにはいかん。何の会話に挟まれてんのその衛星マイルは。なんで右耳と左耳で挟まれてんの、おかしすぎるだろ。